この町の人たちってなんかすごくフレンドリーじゃない？うん、誰でも挨拶してくるし驚くわ。ノクトは特にね。インソムニアはそんなことなかったもんな。できたな。閉めるぞ。天気悪いな。でかっ、マジかよ。俺一人で十分だ。お前はここで見てな。なんだよ、一人でカッコつけんな。じゃあ本気出してみろ。やるか。
ってほしいな。しつこいやつは嫌われるぜ。くらえ。よっ、はい、大丈夫か？おりゃ！助かった。おてよ！はい！新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。あれ、もう降ってない。
滝の裏にあるって話だけど。ともかく行ってみよう。なんか道っぽいね。な、入り口っぽいの発見。噂は本当かもしれねえな。うわ、早くも鳥肌。この格好のまま入るの？安心しろ、死にゃしねえよ。こんな寒いんだし、死骸もいなかったりして。死骸に寒いも暑いもねえだろ。だよね。あ、でも凍ってたりとか。冷凍保存か。で、そいつらが目覚めて。やっぱり出るよね。入れて探せ。ちっ、またかよ。
食らえ。行こうぜ。ああ滑んなよ。注意して進め。俺が指示を出す。短く頼む。あと難しいやつ勘弁。降りしろ。うわっ、はっ、それ分かった。危ない。くっ、はっ、リベノクト。ああ、はっ、よっ。よし、完璧。剣はこの先か？多分な。もう少し調べてみよう。正面突破。後ろは任せる。ノクト！はっ！はっ！大丈夫か？死ぬなよ、落ちろ。やはっと。
と油断したな。とせよし、寝てる暇はないぞ。助かった。うっ、はっ、はっ、はっ、ユーリス、こいつらの弱点は何だ。ダメだ、情報が足りない。ノクト、頼めるか。よっ、おしまい。ノクト、武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。はいよ。これって大ピンチってやつ。こりゃ全滅もあり得るわな。おりゃ暗くてナイフが投げにくいな。なんとかなんねえのか、この暗さ。やりしてんなよ。誰が。想定外に厳しい状況だ。こりゃ戦列もあり得るわな。その剣止めてやらせ。で何よりだ。こっちは？こっちかも。どっちだよ。ほら、ここ。あー、冷たい。あったかいもの食べたいな。もうそろそろな気もするんだけど。おい、あの扉。どうやらついたらしいな。あーち、お出ましか。くそ、簡単にはいかないか。お前の背中は俺が守ろう。頼りにしとく。よっ、メガネ無事か。心配ない。くらえ。倒れんのなしだよ。もちろん。そっちこそ。こっちだよ。これくらいなら大丈夫そう。大丈夫か。ああ問題ない。はい、どうだ。
って。危ない。はっ。力がつくまでは俺たちを頼れ。ありがたいことだと思うも。正気を失っている。暗くてナイフで投げる。なんとかなんねえのかこのクラスは。危ない。なんとか間に合ったか。助かった。さあ、とどめかな。いけるか。さあ、ここまでだ。
信するなよ。大丈夫？なんだ？どこだ？どうした？穴の中でなんか燃えてた。あれ見てよか？カーテスの大皿が見えたのか？一度レスタルムに戻ろうぜ。ダルコットに報告しなきゃね。とかに言っとくか。てやっ！てやっ！行こうよ。おう。神手にでけえな。ノクト、魔導エンジンの音がする。
らず暑いな、ここは。脱いだらどうだ。お前と一緒にすんな。見られて恥ずかしいってか。貧弱だからな。ちげえし、腹筋割れてるしな。おお、そうか。いただいた情報が役立った。さようでございますか。よかった、わしも嬉しいよ。幼い頃の王子と陛下を思い出すな。どうだろう。くエリス、心配すんな。展望公園からカーテスの大皿が見えたよな。うん、望遠鏡もあるよ。行ってみようか。ああ、痛みがそこと関係しているなら何かわかるかもしれない。あ、これうまそう。うーわ、もうこれ絶対美味しいでしょ。これはキャンプでも作れそうだ。嫁さん昇進だってすごいじゃないか。あれ、偶然。おい、またお前か。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んでる。神様の言葉は人にはわからないからな。頭が痛くなる人もいるかもね。どうすればいいの、それ。会いに行ってみる？何か伝えたいんだと思うよ。一緒に行こう。乗るか。行ってみて。やばけりゃ戻る。ああ、じゃあそれで。俺の名前すっごく長くてさ、略してアーデンなんだけど、この愛称で呼んでよ。車で行くからさ、みんなで駐車場まで行こうか。俺も愛車で来たんだよ。君たちの車はレガリアだっけ。2台でドライブもいいな。うん、いいね。そうしよう。無視だな。ノクト、揺れてなきゃ平気か。ああ、地震で痛む理由がわからないな。
準備できた？じゃ、運転手は俺が指名しよう。君。君がいいね。分かったよ。じゃあ君がレガリアを運転で決まり。よし、準備しようか。言っておくけど競争じゃないよ。ちゃんと俺の後についてきて。ついてこられなきゃゲームオーバーだよ。あとクレンデも俺の愛車にぶつけないように。いちいちうるせえな。早く行けよ。ではどうぞ。安全運転で。ガーディナでもあったけどさ、旅行でもしてんのかな。旅行で偶然というには無理がある。やつは俺たちを待ってやがっただろ。俺もそこが気になる。そしてどこの人間なのかも。帝国人っぽくもないけど。と言ってルシス人でもねえよな。正直関わりたくない。でも断ったらカーテスの大皿には入れない。王子はどう思う？あのおっさんをよ。ああ、ただの変な中年としか。だよね、俺も同じ。とりあえず最初の作戦通り、やばければ戻るだな。ノクト、頭痛は平気か？今は平気だ。たまに来る。運転中にひどいのが来ねえといいな。やばかったら止まってね。この先にしるべはあんのか？っていうか野宿すんの？どっかでちゃんと休もうよ。野宿でちゃんと休みはいいだろ。せめてモービルキャビンでしょ。外のどこがそんなにいいの？自然の中だってのがまず最高だろうが。時間にも追われねえし、勝手気ままにやれんだろ。そのあたりはノクトも気に入っていそうだな。結構性に合ってる。今日はここで休むか。おい、目的地はどうなったんだ？焦らなくても逃げないよ。そういう答えは聞いていない。これさ、5人で旅行状態だよね。ないわ。ひとまずテントを立てるか。いや悪いけど俺外大嫌いなんだわ。金は俺が出すから、あっちのモービルキャビンで休もう。いいね、なんか旅っぽい。旅ですからね。おや、俺の写真じゃないか。ああ、嫌だったら言ってください。いやいや、全然構わないよ。この顔を忘れないようにね、王子。はあ、どういう意味だ？